どうも、こちらめめです。今日も、スワップの解説やっていこうと思います。では、見ていきましょうか。ぷよスタートですね。ぷよぷよスタートで、俺が先折りの土台で、相手が、後折りの GTR ですね。さあ、単発飛んでくる。単発飛んできて、もうしっかりこれ、紫も入れて、黄色から頭伸ばしですね。さあ、青ハッカー。青が来るか？来ない。あ、青が来なかったんで、紫で単発打って、ネクストの黄色ハッカーですね。さあ、それに対して相手は本線をハッカーしている。8連鎖の9ダブか。さあ、これはテトリスで、延命してから、コンボをつけたいところですね。一回受けて、できるだけ。できるだけコンボをつけるときも、連鎖の、ぷよ側の連鎖の後の方につける方がいいので、この、7連鎖ダブルにコンボがついたりすると、やはり強いので、それだけ。1連鎖とか2連鎖にコンボがついたとしても、そんなに火力は高くならないので、できるだけ最後の方につけるようにしましょう。さあ、相手はどうだ？耐えれるか？しかし、念がいまいち繋がらずに耐えきれなかったですね。まあ、万が一繋がったとしても、おそらく、セカンドの7連鎖と、テトリスの大位置で、まあ刺さっていたでしょう。さあ、これは先折り GTR と相手は、同色の後折りですね。赤の同色で後折り。さあ、連鎖日赤入れて、さあ、単発が飛んでくる。さあ、埋まったぞ、紫。赤点が埋まった。さあ、これはしかし相手も本戦発火はしてないですね。パフェが取れる。発火点が完全に埋まってたんで、万が一発火されていたら、これは絶望的でした。しかしまだ相手が発火してないので。さあ、エルミノミスったが、これはしっかり、難関でリカバリーできましたね。受けてから T スピン、シングルと、テトリス。さあ、本戦発火してきた。コンボはついてないけど、連鎖数はありますね。さあ、これは後ろの赤がぶっ飛んで、すごいことになってる。これは、絶望的ですね。まあ、おそらく、後ろが飛んでなかったとしても相手が12連なんで、ちょっと厳しいかな。11だったかな、飛んでなかったとしても。1連鎖負けてますね、多分。確信はないですけど。多分11だった気がする。先折り GTR 対後折り GTR。さあ、これはちょっと俺威圧的だぞ。この3連はなんだ、置き水か。なんだったんだろう。多分予想としては、3列目の緑黄色を逆に置いて3連鎖をしたかったんだと思う。しかし逆に置いてしまってすごいことになった。形が割と崩壊しましたね、これ。3列目の黄色吸っちゃったんで、残しもあまり良くないことになってる。さあ、しっかりテトリス打つけど、相手も BTB テトリス打ってるんで。さあ、これはどうだ。さあ、茨来て単発来る。再び茨来る。しかし、これは5連打ってたぞ。相手青来るか。青来ないけど、うまいですね。この緊急ハッカーうまい。しっかり青が来なくても緊急発火で6連で返していくと。さらに俺置きミスしたぞ今。置きミスしてコンボがつけられなかった。それは致命的か。まあこの量だったらしっかりコンボつけられていればまだいけましたね。しかし置きミスしてしまい5発火して致命的になった。さあ、ぷよスタート多いですね。ほとんどぷよスタート。
さあ、先折り対後折り。先折りの GTR 対後折りの GTR ですね。レーンサビ青。さあ、上の青ハックなんで、これはまあ高いんでいい感じですね。受けも広くて。緑の縦さんも受けが広い。レーンサビ紫入れて、赤入れて、これは81美味しいですね。最後に81が来たのが美味しい。さあ、お互い発火して、どうだ？相手は、飛んでて8ダブ。8ダブに対してこれ12連なんで、これはでかいですね。まあ、4連差があると、さすがに、きついですね。結構火力の差があるんで。さあ、再びピュースタート。これは先折り GTR と相手は後折りのちょっと速攻チックな構えですね。ちょっと怖いですね。しかしもう埋めたんで、もう大丈夫です。連サビ青で、黄色の頭伸ばしで、これは結構綺麗な形ですよ。さあ、青の単発から黄色の発火確保ですね。それに対して相手は本線を発火している。6、7、8、9、10連鎖かな。おっと、あいみのをそこに置いたのは、何だったんだろう。勘違いしたのか、大きミスか。おそらく勘違いでしょうね。あ、これもしっかり、できるだけ待って、エルミノで、対空時間を稼いで、連鎖の後の方に、コンボをつける形ですね。さあ、6連からコンボがついて、7連鎖、8連鎖、9連鎖、10連鎖、11ダブの12連なんで、これはでかいですね。相手諦めましたね。まあ、あの状態は、テトリス側で連を構えてないと、まず無理なんで、まあ、きついでしょうね。4列連が組めてて、ぷよ側でコンボつけて連が発火できる状態ならまだ続くかもしれません。じゃあ次見ていきましょうか。さあ、ぷよスタート。さあ、これは新 GTR。お互い新 GTR ですね。形が似ている。さあ、連サビ緑入れて。これは、まあまあ、まあまあ、普通にいい形ですね。さあ、青ハッカー。相手は赤ハッカー。お互い発火しましたね。開幕パフェが取れる。コンボ付きのパフェも強いんで、非常に強力ですね。さあ、インペリで。お互い連鎖数は10連鎖だが、相手がティーミノを間に合う。でも、ま、屋根でティーミノを消費していたんで、ちょっと間に合わなかったですね。ティーミノを使いすぎてしまうと、まあ、間に合わなくなってしまうと。DT 包帯、相手は開幕パフェからドネイトを狙っていたけど、ちょっとツモが噛み合わずに、妥協を決死してしまうことになってしまった。これは4列連チックに行って、しかし Z ミノミスった。アイミノで3レイン、ん？じゃない。3ライン消しのコンボ付きですね。3ライン消しのコンボ。相手は T スピン構えてるけど、コンボはないですね。さあ、これは、連サビ青入れて、紫発火、緑で発火しましたね。相手も赤で発火してきた。これはどうだ？テトリスの地形的には、こっちが有利。連鎖数も、8連鎖に対して9連鎖なんで、しかし相手がない。穴がいいんで、まだまだ続きそうですね。キースピンダブル打ってきて、しっかり総裁外して、しかし、この総裁外しが、相手を自利品に、したと思ったけど、歩みの間に合う。T スピントリプル打って埋まったように見えたけど、相手受け切れてますね、これ。強い。さあ、打ってきた。コンボ付きの、連結5連。
いやー、強いな、これは。コンボ次の連結5連なんで、非常に火力が高いですね。うちも5連鎖だけど、コンボでだいぶ変わってますね、やっぱり。歩みの回転入れで掘ろうとするものの、相手の6連プラステトリスの追い打ちで、これはもう絶望的ですね。さあ、強い。まあ、この相手の方、サタカメという方なんですけど、まあ、スワップ世界2位。スワップ世界2位なんで、まあ、自分が世界1で相手が世界2位って感じですね。なんで非常に相手の方も強いです。さあ、これは相手がミスってるとこにしっかり火力を送って、相当有利ですね、これは。さあ、一段送って、これは前消しが取れた。これは、勝ち確かな？赤で3連も打てずに。あ、諦めましたね。あ、これは前消しの緑で即発火で、まあ勝ち確なので。さあ、開幕ぷよ前消しだぞ。このぷよ側の前消しを見てるっていうのも重要なんですよ。テトリススタートで、なぜかというと、その、あえてコンボをつけずに即発火することが重要になってくるんですよ、ね。一方的に全消しが取れるので、そうすれば。開幕のプヨが全消しのツモの時に、自由落下でコンボをつけてしまうと、相手に即発火されて、一方的に全消しを取られてしまう。そう、こんな感じに。お互いちゃんと見てますね、やはり。まあ、即打ちして、しっかり相殺し合いましたね。一方的に全消し取られるとさすがに相当不利になってしまうので。さあ、これは紫ハッカー。連鎖火赤入れて間に合った。紫ハッカーです。さあ、諦めた。まあ、基本的にその、プヨ側って25秒の間に、ハッカー確保か、発火しなきゃ、まず無理なんで。まあ、発火確保がおそらくできてなかったんでしょうね。ちょっと見てなかったですけど。はい、じゃあもう一つ見ていきましょうか。25秒の間にその、確保か発火するのっていうのも結構難しいんですよね。そのどちらかができてないと、大体終わるんで。さあ、これは黄色で、ちょっと多重地区に。おっと、打ってきたが、これは、まあ、おそらく置きミスでしょう。一回耐えてから、ネクストの緑ハッカーですね。ネクストの緑のハッカー確保。お、しかしこれ大丈夫か？危ない。間に合った。ちょっと危なかったですね、今の。そのままテトリスで刺さりそうではあった。さあ、これは落ち着いて削りながら、しっかり掘って、炭のり削ってからテトリスを。これはもう即発火ですね。ダブルミラー、シンメトリーパワー、シングルライトアタック、ツインインパクト。まあ、6連即発火で勝っていくと。まあ、相手ももう、どちらにしろ相当辛いんで、まあ、即打ちしてきましたね。まあ、勝つ可能性としては、まあ、それぐらいしかないと思うんで。まあ、少ない可能性にかけたって感じですかね。お互い信じてやる。連鎖火紫入れて、まあ、あと頭伸ばししようとしますね。しかし、単発がちょっとでかい、相手の。これは発火せざるを得ないですね。相手も発火したがどうだ、連鎖数的には、同じぐらいだろうか。あ、しかし青飛んでんのか、相手。青飛んでるんで、7ダブ。7ダブに対して9連鎖なんで、2連鎖の差はかなりでかいですよ。しかしまだ耐えてる。さあ、テトリス仕込み。これも相当有利ですね。
コンボ2連で、どうだこれは。単発来る。しかし俺の形もそんなに良くないですよ。黄色発火で一応繋がってはいますね。連鎖尾、緑青を入れてしっかり黄色発火。しかし相手も掘れてるんで、どうでしょうねこれ。テトリスが相当致命的なんで、しっかり総裁外して決まりましたね。連鎖数では同じだったかな？一連、同じかな？多分、同じだったかな？だったけど、まあ、テトリスの地形の差で、勝ちましたね。お互い開幕 TSD で、これは同じですね。同じ形。さあ、しかし、相手がちょっとミノを辛そうにしてますね。ミノの置き場所が困ってる。まあ、そこにつかさず、どん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 攻撃を送ってます、ね。まあ、Z ミノでコンボ。これも、二段強振って、諦めましたね。まあ、二段強振って、なおかつ、この Z ミノの二ライン消しの火力がいって、さらにコンボがつくんで。まあ、これは、きついでしょうね。まあ、こんな感じで。まあ、今日もお疲れ様でした。もしよろしければ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。